しくなる、なぜかわからずに。今だ。怪しい夢見て目覚めるの、でも不安は消えない。夜の暗闇の中でただ待つの、それが何か知らずに。急げ。逆らうことなどできない、誘惑が忍び寄るの。私を呼ぶのは誰？その声は誰？見えない力が私に触れるのがわかる。心細くて叫びたい、誰か私を守って。それでもなりたい、そうよなりたい、自由な女。いけないことでもしてみたい、何が起きてもいいの。私を呼ぶのは誰？誰かが求めてる。自由になれる、自分をなくせば夢は現実。我らは一つに、闇の海に沈もう。さあ私と迷いも不安も捨て去って、時を忘れるのだこのまま。お前こそ許された奇跡だ。私の心に火をつけて目覚めた人生。すべてを飲み込む。世界は今変わった。粉々になって落ちてく闇、もう止められない。
Bye.
こんな日に、こんな日に世界は変わった。ニュートンは、ニュートンは気づいた引力。こんな日にモーツァルトを書いたピアノソナタ。コロンブスもガリレオも、こんな日にひらめいたのだ。もっとこの場所がもっと綺麗なら、きっとちゃんとできるのに。あーやだ、もっと明るくて、もっと臭くなきゃ、きっと平気なんだけど。あーやだ、本当に怖い。この下だ、この下だ、目指せ棺桶を。棺桶だ、棺桶だ、目的地はすぐ。どうしましょう、どうするか、言われた通りに。少し後にしませんか、チャンスだぞ、すぐやれ、はい、見ろ、あれだ、とうとう見つけた。さあ、降りろ。降りろってここから？そうだ、最短距離だ。僕がですか？そうだ、カバンを。はい、さあ、行け。行けって？早く。はい、もたもたすんな。はい、うわっ、うわっ、ついてる。怖いんじゃない。はい、若いくせして。はい、とはいっても怪我はするな。おおだ、おおおお、大丈夫か。よし、じゃあカバンを受け取れ。いいか、はい、よいしょ、うん、あの下男に聞きつけられたらどうするのかな、わたりが。よし、では私も降りるぞ。ダメです、ダメ。あっ、ん、ん、引っかかった。おい、手を貸せ。はい、ガガガガガガ。こうなったら最後の手段だ。一人でやれ。一人で？そうだ。一人ダメです。大騒ぎをするんじゃない。やつの心臓をぐちゃっとやりゃいいんだ。お前がやらないで誰がやる？僕がですか？ダメです、ダメダメ。無理です、無理無理。無理だし、つべこべ言わず、修行を開けるんだ。そんな。シャガールの娘がどうなってもいいのか。さあ、開けるんだ。はい。誰が入っている？伯爵です。よろしい。ではもう一つを開けろ。はい、息子がいます。さらによろしい。ではカバンを開けろ。はい、いいか、はい、ハンマーと杭を出す。ハンマーと杭、急げ。まずは伯爵からだ。杭を心臓の上に当てる。6番目と7番目の肋骨の間だ、急げ。待て待て待て、よく見ろ、はい、杭が逆さまだ。よし、では行くぞ、はい、1、2の、さあ、うわ、何を、1人、2の、さあ、うさあ、できません。はい、このすっとこどっこに役立たずか。恥を知る、恥を。恥ずかしいです、でもできません。ああ、まったくもう話にならん。しょうがない、もう上上がってこい。はい、1から10まで全部私にやらせるつもりか、お前は。近者の若い連中ときたら嘆かわしい。根性がない、覚悟がない、だらしがない、締まりもない軟弱だ、たるんでる。
とっとと私をここから引っ張り込むのボケやすな。はい。私が楽しくてこうやってでも思ってるのかお前は。いいえ。お前は理論に関してはまあまあだが実践となると全くの役立たず。さっさと私をここから引っ張り込んでください。はい。いや頑張れ。よいしょ。よし。ああ、どかしょ。よし。まったくお前には本当にがっかりだ。私の後を継ぐのはまだ100年早い。すいません。クシュン。はい。はい、ちょっと待って。聞いてこい。だよ、忘れてた。起きる時間だよ。はあ、寝ぼけてる。まだ昼間じゃない。見てよ、ほら、お日様出てんじゃない。あは、ほんとだ。なんだ、じゃあまだ寝たばっかりだったんだ。しゃがる。はい。あんた恥ずかしくないの？俺がどうして？私のこと噛んだじゃん。血吸ったじゃん。だってお前、人間だってみんなすか吸われるから、血でなけりゃ金か女、何でも吸いたがる。一度味をしめたら追いかけ回すんだ。みんな知ってることだろ、それのどこが悪い。やられたくなけりゃ先にやるんだ。騙されたくなきゃ先に騙すんだ。綺麗な血は体にいいぞ。泣き言言うより吸ったもん勝ちさ。今じゃなんてかわいい。笑っちゃうよ。夢中だなんてあっとに吸われた。粉血が騒ぐよ。キッスグッバイバイ。そうだろ、赤ん坊だってミルク吸うだろ。それがこの世のルールなんだよ。吸って満たしていい気持ち。しょうがない、どうしてみんな誰かの血を吸う。もしも血でなきゃうまい汁とか吸ってうまっていい気持ち。そうだろう、所詮上品にはなれない。所詮誘惑や勝てない。それが人間っていきもの。
そうだろう。そしてソクラテス、これはピタゴラス、そしてアルキメデス、古代ギリシャ知性の夜明けだ。助けを待ってるはずです。ローマの歴史はジュリエス・シーザー、オクタビアヌス、そしてブルータス、血が騒ぐ人類の歩みだ。奴が閉じ込めた純粋理性はドイツの関東、弁証法ならヘーゲルがある、全て初版本だ、学者の理想だ、本のない人生なんてただ地獄だ。時間がありませんよ。人文主義者に神秘主義者たち、運命論者に道徳主義者、スピノザにデカルト、そしてモンテーニュ、ホメロスにダンテ、バイロンも揃ってる。もうすぐ日が暮れます。マキアベリズムにロマンティシズム、そしてスーフィズム、見れば胸弾む、あらゆる世界の文化的遺産、生命の蓄積、目もくらむ内容だ。しなかった、今夜こそ、さあ逃げよう、不当がいい、早く踊れるのよ、夜になるよ、伯爵様と目視雑誌だ。あの人がくれたの、なきゃここにいるわ、急ごう、明日にして、僕といで、好きにさせてよ、分かって頼むよ、自由に踊るの、もう戻らないの、見ないでよ私を。Hello.
心乱す時も君がいれば、君さえいれば迷わないよ。巡り会えたこの愛だけが真実さ。いつか二人暮らせる日まで信じてほしい。全て捧げよう。この地さえも君がいれば、君さえいれば生きていける。僕を変えた愛する人よ、君の名前で君を守っていたい。ずっと神話に伝説に偶話に年間図鑑に辞書に目録にエッセイ叙事詩にエレジー研究所からパンフレットまであらゆる分野がある。サラを見つけました。レオナルド・ダ・ヴィンチにロベスピエール、プラトンにゲーテ、文学に音楽、科学に史学、哲学も全て過去から引き継いだ人類の英知だ。でも助けられたくないそうです。もしもこの世に本がなかったら、恐ろしいほど無知で不毛の荒野で、あらゆる本は人類の財産、進歩と文明保障する遺産だ。わかったか。でも僕たちはどうすればいいんです？本がこの世のあらゆる疑問に答えてくれる。でもどの本です？まず手始めに、はい、アリストテレス、そしてソクラテス、これはピタゴラス、そしてアルキメデス、ローマの歴史はジュリアシーザー、オクタビアヌス、そしてブルータス。恋愛入門、恋人を振り向かせる100の方法。恋それはミュージック、甘い調べ、さあ心のまま歌いなさい。燃えるような眼差しはセレナーデ、言葉より雄弁に語るでしょう。そしてチャンス訪れたら、さあ迷わないで進みなさい。結ばれたいそう願う恋人よ、幸せの確率はあなた次第。時には一度のキスが100万の言葉に勝ります。待って、僕は君とおしゃべりしたいな。父上もね、君にはすっごく感心してるし、
僕たちお友達になるべきだって思うんだ。でも僕はねえ君のことねえ教えて。顔が青いけどそんなはずは熱があるみたいだ。いやそうじゃないね、そう変だよ。君は震えてる。まさかそんな、ね、何が怖いの。確かお城はこんな、そうお尻が素敵。確かかわいいね。舞踏会舞踏会その通りだよ。そうだ君を招待しよう。揺れるキャンドルの火君とならロマンティック。二人で踊ればパラダイス。さあいいわいいわいいわ、パラダイス。ねえそれは確かこれ詩の本。ララ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 ラ。そうか君は恋してるんだね。結ばれたいそう願うこの僕もわかるだろ。君のことが好きだよ。振られたかって今度は男か。違いますよ、何言ってんですか。向こうから手出してきたんですよ。決まってるじゃないですか。そんなことより行くぞ。どこへ。ん、上だ、城の最上階。さこい。はい。あ、そうだプロフェッサー、ヴァンパイアと鏡に関するアリボリの理論、あれ正しかったですよ。あれはアリボリの理論ではない、私の理論だ。私が完成させたんだ。それをあのアリボリの泥棒猫が。さっきのバスルームに鏡があったんですよ。でもその鏡に僕は映ったのに、あいつは全然映らなかった。そうだろう、私も見たかったな。もうなんだかヘトヘトです。それに寒い。早くサラを探さないと。見ろオリオンだ。美しい。はい。だがこの星空よりももっと美しく、さらに素晴らしいものがある。それは我々の頭脳だ。でもここ安全なんでしょうか。死ぬほど安全だ。オレッサーどこかへ。ここから出たもの
者はあまり歌唱を評価しない方がいい剥製だ。あなたもいずれ私のコレクションに加わる。剥製にされてね。せいぜい笑うがいい。だがその勇姿もいずれは絵本の中でしか拝めなくなるんだ。アルレット白い、ついてこい、アルフレッド。はい。Thank you.
私の苦悩の影だけ。あれは確か1617年、一人の娘を愛した。暖かい頬に触れた、輝く髪に口づけた。その時悲劇は起きた。この手の中、何も知らぬ娘は微笑んでた。なのになぜかその命奪っていた。求めすぎるのか、奪っては失う。何一つ残らないまま、今日も減らねぬ何かを求め続けてる。永遠の幸福などこの世にはない。永遠に満たされない苦悩し、いつの日か世界が終わる。その時残るのは尽きることのない欲望の海。虚しく果てしない欲望の闇。1730年、牧師の娘に会った。白い肌に詩を書いた。赤いその地で1813年はナポレオンの友のもの、次から次求めてまた失う。世界中のすべてを理解しても、この私がわからない。自分でさえ自由にもなれず、燃え尽きることもできず、天使でも悪魔でもない。なのにひたすら愛する者たち引き裂く虚しい存在。苦しみに耐えるための希望すらなく、乾ききった胸は飢え続け、勇気を信じる。
奇や罪や罰を信じるのと違う。真実は一つだ。そう卑しく恥ずべき欲望こそが我らの司法。
3で走るんだ。はい、行くぞ。はい、1、2の3。おい、3だよ、3って言ってんだよ。吸い尽くせ。守るからこれでいい。もうすぐ夜明けだ。僕らの悪夢は過ぎ去った。振り向けば今夢のよう。今日からは入れるの。恐れないお風呂にも今こそ見つけられる。空の向こうに歩き出せば、もっと真の世界があるはず。もっと希望に満ちたそう。
く星にさえ届く行けるきっと。悪くないね。我々は今勝利した。人類は救われた。あれこそがヴァンパイアだ。これで証明された。世界に発表すればノーベル賞も近い。きっと悔しがるぞあの大学の連中。そして我らの理性こそこの世界の希望だ。常に新たな進歩目指して。論理的であれ我らは信じる。輝ける未来。拳を上げて戦え。邪魔者は押しのけろ。誰かに攻撃回され。生きるなんて嫌だろう。もう誰にも止められない。我らは止まらない。また新たな獲物求めて世界中を奪い尽くせ。吸い尽くせ。その日は近い。だから今ダンス tonight。 我らは踊る tonight。 世界を踊る tonight。 さあ紹介しよう。きらめくる東京を照らせ。闇に輝け光る欲望のシャンデリア。翼広げ闇に羽ばたけ。我ら髪に染めるだけ。力ずくで噂は全て守られて引き継ぐ。地を流れこの世界は新しいもの。そんなのも皆物たちが過去の例を。我らは今全てが欲しい。